皆さんこんにちは、のんさい札幌、森ちゃんでございます。月のワグマのゴロくんでございます。今日はあの可愛い赤ちゃんライオンの成長と、初めてお母さん以外のライオンに会ったので、そちらの報告をしていきたいと思います。めちゃくちゃ反応も可愛かったので、ぜひ見てください。それでは行きましょう、どうぞ。生後23日目の赤ちゃんライオンたち、まだ走り回ったりはしませんが、お互いの体に登り合ったり動き回ったり、あとはじゃれついて遊んだりすることも多くなってきました。さて、ここで大人ライオンと全く違う色を持っている箇所があります。皆さんどこだか分かりましたでしょうか。なんともすごい表情をしているアンジーですが、正解は目の色です。赤ちゃんの時は灰色がかった深い青色をしています。ライオンに関わらず、トラや犬、猫、オオカミ、そしてペンギンなど、たくさんの動物たちが成長するに従って目の色が変わっていきます。ぜひ目の色にも注目して動画を見てくれると嬉しいです。いずれはママみたいな綺麗な黄金色になる日が来ると思います。見てください、ライオンの赤ちゃんたちです。めちゃくちゃ可愛い。ただいま26日目です。生後26日目、体重もぐんぐん大きくなって、アンジーちゃんの子育てもすごい上手で愛情いっぱいで育ててくれてます。この頭のところ撮ってもらっていいですか。はい、もうプチプチ模様は子供の時にしか出てない模様ですね。触り心地はどうですかって、すごいふわふわで毛が一本一本細いので、こうやってくれたら暖かいです。はいはい、発表会します。はい、ライリーちゃんも後ろで応援してます。くつろいじゃった、ベッドにくつろいじゃった。開けないでちよ、開けないでちよ。くっついちゃったの。結構爪も赤ちゃんですけど意外と鋭いです。ライリーも可愛いよ。ライリーも可愛い。アレックスも可愛い。アレックス見てます。子供発見したんじゃないでしょうか。あ、俺の子？めちゃくちゃ見てましたね。ライリーはどういう今テンションなのか。アレックス見てましたね、今。すごく。多分子供を認識したんじゃないでしょうか。二人もほら、すごい、ライオンの初対面、別お母さん以外のライオンに初対面なので、ちょっとびっくりして見てますね。アレックス君はちょっとちらっと見ますけど、一瞬で今帰ってきました。ちょっと今ライオンの初対面を見れて結構興奮しました。続きましては、アレックスパパが子供たちの部屋を覗き見しているシーンを皆さんに紹介させていただきます。あちゃん、アレックスパパは気になるみたいでチロチロ確認しますが、アンジーママは尻尾で対応しているように見えます。そして赤ちゃんライオンはどちらの子か分かりませんが、アンジーママのお尻にくっついてもじもじしてます。パパも一緒に過ごせる日が楽しみです。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ものすごく可愛い反応をいただきました。ものすごく可愛かったですね。これからどんどん成長していくと思うんですけれども、いろんなことに挑戦していきたいと思います。はい、それでは皆様のグッドボタン、コメントお待ちしております。それではまたお会いしましょう。森ちゃんでした。ゴロくんでした。ライオンちゃんたちでした。またね。